インターバルトレーニング高強度インターバルトレーニング高強度インターバルトレーニングとは、インターバルトレーニングの拡張型で、不完全回復を挟みながら高強度、短時間の運動を繰り返すトレーニング方法である。高強度間欠的運動や、スプリントインターバルトレーニングやボーカルにマックス、インターバルトレーニングとも呼ばれる。高強度インターバルトレーニングは、心血管運動の一種である。 一般的な高強度インターバルトレーニングは合計4から30分程度である。この短時間の負荷の高いトレーニングは運動能力を向上させ、グルコース代謝を改善し、脂肪を燃焼させる。高強度インターバルトレーニングでは、まず、ウォーミングアップを行う。その後、3から10セットの高強度の運動を、不完全回復を挟みながら行う。そして、 最後にクーリングダウンを行う。高強度の運動は限界に近いレベルで行う必要がある。反復回数や運動時間は用いる運動によって様々であるが、20秒以上、3回以上である。高強度インターバルトレーニングで決まったやり方は存在しない。心臓血管のトレーニング状況次第では、回復時の中程度負荷は徒歩になることもある。 一般的なパターンでは、高負荷と中負荷の時間の比率を2、1にするやり方で、例えば、30から40秒の高負荷スプリントの後、15から20秒のジョギングもしくは徒歩を行う。高強度インターバルトレーニングの全体は、合計4から30分にする。これは、時間が限られている時に、最も効率的なトレーニング方法であると言える。 1970年代に、コーチのピーターコが高強度インターバルトレーニングを、息子のセバスチャンコーに対して言っていた。ドイツ人のコーチ、大学教授のオルデマール・ガーシュラー、スウェーデン人の生理学者のパー、オロフ・アストロンドなどの話から着想を得て、200メートル走の間に30秒の回復を挟むインターバルを行っていた。 立命館大学の田畑泉教授を中心としたグループによる1996年の研究に基づいた方法。スピードスケートのオリンピック選手に対して20秒間の超高強度の運動を行い10秒の休憩をとりそれを8セットいった。このトレーニングは機械的にブレーキをかけた自転車エルゴメーターを使っても行われた。田畑はこれを IE1、e、プロトコルと命名し、このトレーニングを週5回7から8セットいった。比較対象として週5日、イーブンペースの運動だけを1時間を行ったアスリートと比べた。6週間後に比較を行うと、最大酸素摂取量はイーブンペースのみのグループは53プラスマイナス5から58プラスマイナス3ミリリットルとなったが、 無酸素運動能力に統計的に有意な改善は見られなかった。それに対して、高強度インターバルトレーニングを行ったグループは、最大酸素摂取量が 7ml 増大し、無酸素運動能力が28%向上した。高強度インターバルトレーニングは有酸素運動能力と無酸素運動能力の両方に効果があることが分かった。ありがとうございます。